犬との生活は、日頃の癒しやストレス緩和、幸福をもたらすものです。しかし、実際にペットとして飼いたいと思っていても、犬種選びに困ったことはありませんか？賢く飼いやすい犬を選ぶことは、ペットとの関係を円滑にし、幸せな共生を築く上で重要です。飼いやすい犬を選ぶためには、しつけのしやすい賢い犬を選ぶことが大切で、ストレスなく、日々の生活を過ごすことができます。そこで、今回は非常に賢く、飼いやすい犬を6匹ご紹介します。シェットランドシープドッグは中型犬で、しなやかな体つきと豊かな毛が特徴的です。毛は豊かで、フリンジのようなたてがみがあり、尻尾はふさふさしています。牧羊犬としての遺伝子を持ち、飼い主に対して忠実で穏やかな性格をしているのが特徴的です。体高は33〜40cmで、ペットとして飼う際も、適度な運動と知的刺激を与えれば、素晴らしいパートナーになります。頭の良さは、牧羊犬としての遺伝子を持っているので、自ら状況を判断して行動する賢さがあります。警戒心が強いので、幼い頃からのしつけは必要ですが、家族が大好きで甘えん坊な一面を持ちます。可愛らしい仕草から、日頃のストレスがなくなること間違いないでしょう。ボーダーコリーは全犬種の中で一番賢い犬と言われています。その容姿は非常にスマートで、クローションの毛が美しいです。体高は約45〜55cmで、バランスの良い体型をしています。シェットランドシープドッグと同様に、牧羊犬としての遺伝子を持ち、ペットとしても飼いやすく、トレーニングに対する理解力が高いです。非常に明るく、活発な性格をしており、人との作業を好む性質もしています。注意点として、物覚えが非常に早く、良いことも悪いこともすぐに覚えてしまうため、しっかりとしたしつけが必要になってきます。幼い頃からのしつけをすることにより、家族としても愛情が一番深くなるワンちゃんだと言えるでしょう。ビーグルは陽気で、人懐っこく好奇心旺盛な犬で、非常に人気のペットです。獣猟犬としても活躍しており、大声で吠えながらノウサギなどの獲物を追い詰めていくことから、森の鈴とも呼ばれています。外見は大きく垂れ下がった耳が特徴的で、あの人気キャラクタースヌーピーのモデルになった犬とも言われています。ペットとして飼う際もしつけがしやすく、甘えん坊で人懐っこく、人間といるのが大好きなため、ペットとしても最高のワンちゃんです。家族との絆も大切にする優しい性格なので、海外ではトップクラスで人気のペットです。世界的ドッグショーに出場するくらいの人気のワンちゃんなので、あなたの家でパフォーマンスを見られるのも癒しの一つと言えるでしょう。ゴールデンレトリバーは穏やかで愛情深い性格を持ち、家族との絆を大切にする犬です。一緒に過ごしていて攻撃的になることはないでしょう。体高も18〜61cmで、その見た目は力強く、たくましい体つきをしています。非常に賢い犬でもあり、盲導犬、介助犬、警察犬などのサービスドッグとしても活躍しています。非常に好奇心旺盛な性格をしているので、人間との遊びも積極的に行いますが、ボールなどの誤飲、誤食が、度々起こってしまうため、大きめのボールを使用するなどの工夫が必要です。小さい子供との生活にも向いているため、お子さんとの成長を一緒に見てみるのはいかがでしょうか。トイプードルは、らしい容姿を持つ犬種で、実は知能レベルがとても高く、小型犬の賢さランキングでも1位にランクインしています。日本の人気犬種ランキングで、不動の1位になるほど長年愛され続けており、迷ったらトイプードルを飼うという人が続出しています。その皮毛は繊細で美しく、定期的なトリミングが必要です。社交的で誰とでも仲良くなれる性格をしていて、
家族に対しての忠誠心が高いため、しつけが非常にしやすい犬です。無駄吠えなどもあまりしないので、小さなお子様がいる家族にもおすすめできる犬種と言えるでしょう。マルチーズは小型犬でありながら非常に賢く、古くから人間との関わりがあるため、しつけにあまり苦労しないことで知られています。世界最古の愛玩犬とも言われており、紀元前1500年頃に生まれた犬の祖先と言われています。その見た目は非常に可愛らしく、シルキーな長毛が特徴的です。定期的にカットとトリミングが必要ですが、家庭で飼育する場合は短めにカットするとお手入れが楽になるでしょう。テディベアカット、パピーカットなどカットスタイルも楽しめるのも一つの魅力です。ペットとしても飼いやすく、飼い主にべったりと甘えたい愛情深い性格を持つため、とても可愛らしいです。甘えん坊で自分好みのカット姿で走り回る姿を見ると、日々のストレスが解消されること間違いなしです。いかがでしたでしょうか。犬は種類によって特徴や性格が異なりますが、中には特に賢く飼いやすい犬種が存在します。犬を飼う時の注意点として、ストレスがたまらないよう毎日散歩をさせたりと、しっかり運動させることが必ず必要になってきます。犬種によってそれぞれ特徴が異なりますが、どの犬種も適切なケアと愛情を与えれば、家族の一員としてあなたの人生をより充実させてくれる存在となるでしょう。